ということで、行きたくても行けないチームのためにも、出場した、チームのファンの方々は、しっかりね、スタンドを埋め尽くしてください。はい、お疲れ様です。10月13日、本日のカープ KT です。今回もご視聴ありがとうございます。今日の動画は、パリーグのクライマックスシリーズ、ファイナルステージですね、オリックス対ソフトバンクについてやっていこうと思いますので、最後までお付き合いの方よろしくお願いいたします。いやね、CS ってこんな空席あるんですかね、ちょっと残念な感じでしたね、京セラドーム、ちょっと空席が目立ちまして、すごいいい試合だったんで、いろんな人に、ね、見てほしかったんですけども、ちょっと空席が目立ったのが残念だったかなというふうに思います。まあね、ファイナルステージなんで、あのチケットを、ね、売りさばくのも非常に短期間になってくるんで、難しいのかもしれないですけども、にしてもね、まあ、お客さん集めるのがね、目的でもあるクライマックスシリーズなので、その辺をね、うまく売りさばいて、いろんな方にね、来ていただきたいなというふうに思います。まあ、平日とはいえね、レギュラーシーズンでも終盤だったらね、満員になったりするんで、平日だからっていう理由ではないと思います。 なんかね、この、チケットのね、売り方だったり、そういったところに問題があるのかなというふうに思いますので、ここはね、 NPB さんしっかりやってください。せっかくのね、ナイスゲームなのに見てる人が少ないというのは非常に残念ですので、ここは改善の方よろしくお願いいたします。はい、で今日はですね、夕方にアンケートの方を取りまして、皆さんに今日はセリーグの試合とパリーグの試合どちらが盛り上がりますかということを聞かさせていただきました。で結果的にはセリーグの、ゲームの方が面白くなるんじゃないかという答えの方が多かったんですけども、パリーグの、ね、試合を喋るというこのね、私のひねくれ具合、本当にお許しください。よろしくお願いいたします。はい、最初はですね、セリーグもちろん見てましたが、ね、雨天のね、中断、雨が強くなってきて中断になったところで、パリーグの方にね、ちょっとチャンネルを移してしまいました。でそこで移した瞬間に、ラオウ選手がね、今宮選手を強襲する、タイムリーを放つといったところをね、見てしまったので、もうそこからね、ちょっとパリーグの試合にね、ソフトバンク対オリックスの試合にね、夢中になってしまって、チャンネルを戻すことができませんでした。本当に申し訳ございません。ということで今日はね、パリーグ、オリックス対ソフトバンクについてやっていきたいと思います。はい、ということでこちらのチャンネルは言わずと知れた広島カープ応援チャンネルとなっておりますので、広島カープファンの方は、ぜひチャンネル登録していただいて、2023年の新井カープを一緒に応援していきましょう。よろしくお願いいたします。はい、まずはオープニングからいってらっしゃい。おかえりなさい。というわけで早速やっていきたいと思います。今日のポイント早速出しますね。よいしょ、ということで出てきました。はい、もう意地のぶつかり合いですね。もう同率なので、ね、セリーグはね、借金抱えたタイガースと、ダントツで優勝したスワローズの、CS になっておりますけども、パリーグの方はね、同率だった、2チームのね、試合になりますので、非常にね、意地のぶつかり合いというのを見ております。はい、そんな中で、まず試合始まる前の段階ですね、監督は、レギュラーシーズン143試合あるうちの141通りのね、スターティングメンバーをね、決めていったということで、今日自分をね、初めて知ったんですけども、まあ素晴らしいですね。まあ今予告先発もあるので、まあ先発ね、野手の方も決めやすいのかなというふうに思うんですけども、かつて、ロッテの時のボビーですね、ボビー・バレンタインが確か、同じようにね、もう本当に毎日違うスタメンでやっていたというのを覚えているんですけども、あの時確か、予告先発なかったような気がするんですけどね、ちょっと記憶曖昧ですけども、もし訂正していただけるならお願いします。で予告先発なしでね、相手の先発を読みながら、スタメンをね、変幻自在に変えていた、ボビー・バレンタイン、お見事でございます。はい、で一方でね、パ・リーグの方も、ソフトバンクの方もね、リチャード選手がね、スタメンに名を連ねたりということで、まあ、新井さんもね、記者会見で言ってたように、まあ、シーズン通してバランスを取っていくということで、まあ、春先出てない人もね、この秋に出てくる、まあ、ラオウ選手もそうなんですけども、そういった意味でね、もうみんながみんな1年間調子を整えて、いられるっていうのもね、難しいので、こういうね、秋頃に上がってくる選手もいたりね、春先調子がいい選手もいたりするので、その辺のね、バランスが噛み合ってくると優勝というのは見えてくると思いますんで、カープもね、そうやってみんながみんなね、調子いいのが本当は理想なんですけども、順番にね、こう、補い合いながら、行ってくれるのがいいのかなというふうに思いました。はい。で、まずポイント1のところはですね、攻守の応酬、福田選手、牧原選手ということで、2回の攻防ですね。まず最初に福田選手の守備なんですけども、ランナー2塁において、甲斐選手が打った打球がね、まあ、ランナー2塁にいたということで、前進前面にいましたね。で、しかも右中間目の前面にいたにもかかわらず、左中間のね、大飛球をもう、
足の速さもお見事だったんですけども、打球の落下地点までまっすぐ入っていったと、あのセンスの良さというのはお見事でした。はい、福田選手見事でしたね。でそれに対して、その裏の回ですね、牧原選手も、宗選手の、ね、センターフライかな、まあ、ちょっと浅めだったとはいえ、あの取ってからね、もう内野手のようなステップですね、ゲッツー取るぐらいのね、セカンドのゲッツー取るぐらいの、握り替えでセンターフライ投げて、しかも強い球でツーバンでストライクで、ホームを刺すということで、まあ、あれはねユーティリティプレイヤーだからこそできる、返球だったのかなというふうに思います。非常にね、見応えのある守備でした。お見事です。はい、でポイント2のところはですね、大関投手の替え時というところで、先発の坂東投手がねちょっとピリッとしないという中で、スパッと変えましたので、ここのね判断は良かったのかというふうに思います。で試合がね一回落ち着いたんですけども、ちょっと引っ張りすぎた感もありましたかね。ラオウ選手まで回ったところで、交代してあげても良かったのかなというふうに思ったので、まあ、ちょっとね他のチームなんで1年間見てきたわけじゃないんでね、バファローズの本来の戦い方わかんないんですけども、ラオウさんのところで結果的に変えてあげてたら、また変わったかなと。3イニング目に突入してたんでね、はい、でまあ初球ね甲斐選手が、インコース厳しいところ要求したんですけども、ちょっと甘く入ったところ見逃しませんでしたね。ラオウ選手 CS 男、今年もね MVP かっさらうんじゃないかという勢いなんですけども、まあそれにしても見事な当たりでございました。はい、ということで3番ね、もうそこは同じですけどね、豪勝派が炸裂したということで、世紀末覇者が帰還ということで実況の方もおっしゃっておりました。はい、でちょっとね、前後しちゃうんですけども、ソフトバンクの、ね、柳田選手もね、素晴らしい当たりをかっ飛ばしてました。一塁にね周東選手を置いて、ライナーでね、ファーストの本当にね頭上を抜けていく当たりなのに、もうあっという間にフェンスいってね、ライトもあらかじめライト線に守っているし後ろ目に守っているんですけども、もうあっという間にフェンスまで到達しまして、で周東選手のねベースランニングも足が速いだけじゃなくてね、ベースランニングも素晴らしいですね。あれだけ足の速いランナーですと、こうベースをね回った時に結構膨らんでしまうんですけども、こうしっかり肩を入れながらね膝を柔らかく使って、加速を止めないように走るけども、膨らまないように、なるべく直線を走るというような、まあ、直線本当の直線は無理なんですけど、なるべく膨らまないように、ホームに走っていくという見事な走塁でございました。はあ、ああいうところですよね、足の速い遅いとかじゃなくて意識の問題でなんとか、補えるところは、まあ、当然周東選手は速いんですけども、まあ、遅い選手はねなるべくも最短を走るというような練習もね、地味ですけども、この秋にカープはやっていってほしいなというふうに思いました。はい、で最後ですね、強靭なリリーフ陣ということで、バファローズ、まあ、交流戦以来ですね、まともにゲーム見たのは、はい、素晴らしいリリーフ陣いますね。宇田川選手って言うんですかね、宇田川選手、山崎選手、もう150後半60出るんかじゃないかというようなストレートを持つ、2人の若いピッチャーに加えて、外国人ピッチャーも投げて、で最後も、安倍投手だったかな、素晴らしいフォークの使い手ね、デスパイネ選手にねもう全球フォークでいきましたね。やっぱ止まらないんですね、あれデスパイネ選手。もうこっちから見てると全部絶対フォークだろうというふうに思うんですけども、くる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 回ってしまいました。まあ、柳田選手ぐらいはね冷静に見極めれるんですけども、やっぱり外国人選手ね、まあ、スイング速いですね、デスパイネ選手。でも止まらないということは、まあやっぱりね切れ味がいいのかなというふうに思います。というわけでね、バファローズはこれで2勝なんで、事実3勝分かなになりまして、後がなくなったということで、明日は千賀投手がもうね中5日で登板ということで、明日はねソフトバンクの意地を見たいなというふうに思っております。はい、で対するねセリーグの方はちょっとね文章でしか見てないんですけども、さすがの村上選手、1本出ましたね。これで割とね早い段階で出たんで、もうこれは日本シリーズまでね、問題なく通常の村上選手でいけるのかなというふうに見ますと、ワクワクしてきます。はい、でタイガースいきますとね、序盤のチャンスをね、ものにできなかったところが、響いたのかなというふうに見ております。まあ DeNA 戦でねあんだけいいゲームしてたんですけども、やっぱりスワローズはね、勢いだけじゃ勝たせてくれないということで、取れる時に取っとかないと、こういう流れになってしまうのかなというふうに思います。はい、でスワローズでいきますと、もう一個いい点はね、両外国人がね、陽気な外国人2人がね、これで、調子よく来ておりますんで、まあ盤石かなというふうに思っております。なかなかねここからタイガースね繰り返すのは難しいかなというふうに思います。でソフトバンクもね難しいんですけども、明日エースの、千賀投手がね、流れをね引き寄せるようなピッチングしますね、ワンチャンまだ可能性はあると
ということで、まだまだクライマックス続きますんで、楽しんで見ていきたいなというふうに思っております。なので、皆さんなんとかねスタジアムに足を運んで、京セラドーム神宮、ファンでね皆さんで埋め尽くしてください。よろしくお願いいたします。行きたくても、行けないチームもいるんで、球場にもね行けないですし CS にも行けないということで、行きたくても行けないチームのためにも、出場した、チームのファンの方々はしっかりねスタンドを埋め尽くしてください。よろしくお願いいたします。はい、というわけで本日の動画も最後までご視聴ありがとうございました。ということで、やっちゃおうよ。おやすみなさい。